西海国立公園は、長崎県西北部に位置する国立公園である。1955年3月16日に日本で18番目に指定を受けた。キャッチフレーズは、島々の王国。面積は24,646ヘクタール。リアス式海岸と200余りの島からなる99、島を含め、大小400に及ぶ島々が繰り広げる。 外洋性多東海景観を特徴とする。指定されている区域は大きく下記の3つに分けられる。1949年当時佐世保市長だった中田翔介により国立公園指定へ向けた動きが始まった。戦前までは特に九十九島地域において軍港に近いために写真撮影が禁止されるなどの種々の制限があったことから、 観光地としてはあまり知られていない地域であったために、実現を疑問視する声は大きかったが、中田市長の熱意の下県や周囲の町村を動かし、五5 3町村からなる、再開国立公園指定規制会を1950年に設立した。1951年には、再開国立公園の実現を公約に掲げた、西岡武次郎知事が誕生。市は、 東京大学、京都大学、長崎大学にそれぞれ周辺の地理や歴史、風俗などの調査を依頼し、また厚生省に幾度も陳情指導省の官僚や国立公園審議会の委員を招き、県は国立公園指定の請願書を衆議院及び参議院へ提出した。また、当時毎日新聞社が行った日本観光地100、九十九島は、 海岸の部で3位に入賞するという動きもあった。そうした努力と進化が認められ、1954年8月の国立公園審議会では満場一致で国立公園に決定。翌1955年3月に政府が公式発表を行い、ここに再開国立公園が誕生した。小じ島、しま、塩田原う外。ありがとうございます。